はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。皆さん、どうせ生け花をするなら失敗したくはないですよね。今回はとても人気のあるユリの花を使って失敗しない生け花をご紹介していきたいと思います。今日のユリはね、イエローウィーン、黄色いね。で、ユリにしてはちょっと小さめですよね。お花はね、まあいいですよね。ユリのものがいいかどうかってどう判断するかというと、お花の数、まあ、つぼみも含めてね、 1,2,3,4,5,6,7、 これ7輪ついてると。最後まで咲くかどうかまあ分かんないといえば分かんないけど、お花の数で値段が変わるっていう感じですね。これでも枝分かれしてるところがこことこことここ3箇所でしょ。これがね、もっとさらにこう上に下から枝分かれしてる場合とかね、あると下から咲いていくと。なので下手したらね、2週間3週間楽しめたりすると、どんどん次から次へと咲いていくというのもあったりしますが、これはなんか一気に咲くパターンだね。なんでかっていうと、ここの枝分かれで4輪来てると、これは一気に咲きそうみたいな話ですね。で、僕は花弁っていうのかな、これトルハですね。やっぱりこれ服についちゃったら大変なんで取っていきましょう。ユリって、まあ、生けるの、まあ、難しいというか、合わせるのが難しいってことですよね、他のものと。だからユリは本当に失敗したくなければ、ユリだけで生けるっていうのが正解。まずだからユリだけで生けてみようかと。これで綺麗でしょう。これでまあこっちはちょっと短めでいいかと。これで何も文句ないと思わない？ちょっと正面からこれで何の文句があるのと。いいよね、かなり。で、ここに何混ぜりゃいいんだよっていうことなんですよ。だからもうこれでいいよね。失敗しないユリの生け方と言われたら、何も混ぜんなと。混ぜるから失敗すると。ちょっとじゃあ混ぜてみましょうか。このまあ混ぜ方が難しいっていうことですよ。まあ悪くないんだけど、悪くないね。ここの一段下げたところに入れるぐらいだね。入れるとしたらね、違う色をね、まあ、これぐらいまではじゃあ許しましょう。ここに来ちゃうと、なんつうの、同じ高さに来ちゃうのはダメだから、まあほんと控えめにちょっとこういうとこ埋める程度はいいかなみたいな感じ。まあ今日はじゃあこれ採用してあげましょう。これだけね。特別に本当にもう何も入れない方がいいぐらい、ちょっとこの隙間に入れるぐらいな。まあ、だからあるのもないのもそんな変わんないでしょ、これ他のものがね。とはいえこれで終わりってわけにもいかないので、ちょっと入れていきますけど、もちろん、まあ、じゃあ逆にどういうものは、お花を合わすのはなかなか難しいと、結論的にはね。だからちょっとこう線になるもの、お花で線になるものもあるけれど、こう ラインを足していくと、もう花はいいということなんですよ。で、これは僕が大好きな利休草ね。こういうラインを作って入れてあげると、下にじゃあ入れていこうと。できるだけ葉っぱはだから特にいらないよね。ここに1本、ね、こう下がってくれるのがあるといいですよね。だからもうお花はいらない、ラインを増やす、線を増やすみたいなことをやると、おしゃれな生け花風な感じになると。いけばな風じゃないな、いけばななんだけど。分かりますかね、これ今左下に線というか、まあ、葉っぱが入りましたよね。こういう感じでグリーンというかラインを添えてあげるというのが、ユリみたいな場合はいいですよね。よくない？あともう一種類ね、これはね、スチールグラスという、ちょっと硬いでしょう。これでね、50本多いけど、これを合わせるんだけど、結局ね、でもこのいわゆるユリゾーンね、ここら辺ねはもう絶対触れないと。で、この今利休草は下に入ったじゃない、あとは上に添えるかどうかぐらいな感じ、話なんですよ。だからちょっとこれ先端だけ、長さもこんないらないか、30ぐらいにしようかな。で、この パラけてるとこのね、これがこうここに来ちゃうとあんまり、だからうるさいだけなわけ。
もうユリゾーンは外して上から行くとぐらいな感じだとまあいいんじゃないかと。だとユリのここに頭に持ってくるからここはもう結んじゃう。だから要は本当にユリのところはいじんないと。だからユリと何か合わせようとするのはなかなか危険だよっていうことは覚えておいてください。だからこっちのリキュソは下に添えたライン、このスチールグラスは上に添えると。結構真剣になってきちゃった。真剣モードたまに発動するやつ。こんな感じかな。結構ね、ユリの葉っぱが大きすぎる時ってあって、その時はねカットする時ありますけど、今日はなんか程よい感じの葉っぱの大きさで、なんかなかなかいいんじゃないかなと思いました。まあこの赤いのもまあちょっとアクセントになってよかったか。混ぜるなとは言っときながら、ね、だからまあ本当に下と上にこう線を入れたっていうことね。なんだっけ、イエローウィーン、競馬の馬みたいですなんかそんなにいなかったっけ。椅子ですどう、もうユリはもうユリの美しさを見せるのが一番って僕は思う。ユリだけでドバってやるのが実は好きです僕。でもまああえて合わせるんなら、また上に線を入れると。あとここね結んでありますけど、あんまりこうバラバラいくとまたごちゃついちゃうので、しっかりここは締めて一つして上だけ線を出していくみたいな感じですよね。下もそうなんですけどね、まあ、こうなると、まあ、ラインの美しさも見せつつ、ユリの、ね、美しさも損なわないということですよね。お花のこういわゆるザお花丸いやつとか合わせるとでもいいんだけど、合わせ方がちょっと難しいと。控えめにやりながらこうラインになるね、線になるお花、例えばデルフィニウムとかそういうのは入れてもいいかなと思いますね。ね、ちょっと今日はだからコンセプトとしては初心者の方が失敗しないっていう意味なので、これをすると失敗しないんじゃないかっていうご提案でした、はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。